は抱えてんのはどちら様。笑われた分だけやり返せ。今に見てろと手に取ったものは爆弾やナイフなんてもんじゃないけど、一体が最後のどうなったって約束よ。背中の値札を引き剥がせ。海外みたいな毎日だけど捨てるのはまだ早いだろう。今日も少し震えながら終点へ日の方を向いて、明日の僕がまた待っている。わがままで愚かな春日のお迎え。と言われても暗闇じゃないもクソもないな。一人でいれど二人でいれど孤独は孤独に変わりゃしねえ。死にたいとかそんな歌を歌ってまたそれが特に歌われただけれども、それほどのことをしろ口からこぼれる言葉がどうしてもいつか吸い込まれる。明日が来なければいいのにな。最終列車の汽笛がうるさくなり秘密。どうせ愛なんてちゃんと受け継いよかったの。きっと死んじゃいましたに襲われて。当該現状の僕はもう解放者もないな。うるさいままなんて人